安藤正信は日本の俳優。所属事務所はフロムファーストプロダクションを経て、現在はフリー。神奈川県川崎市出身。神奈川県立向きの岡工業高等学校卒業。身長175センチメートル。血液型大型。1994年高校卒業前にスカウトされる。1996年キッズリターンでデビューし、 その年の映画賞を総なめにする。その後、テレビドラマや映画に出演するも、2000年の単発ドラマ、学校の階段春の呪いスペシャル以後は全く、テレビドラマに出演せず、映画を中心に活動した。2012年、ドラマ、東の敬語ミステリーズで13年ぶりに、ドラマ出演することとなった。以前は1年に1本のペースの出演が望ましいと、公言していたものの、 映画46億年の恋のプロモーションの際に少なすぎることを認め、近年は積極的に映画への出演をしている。一時期映画やテレビにも出演せず、事務所ホームページにも名前がなかったことから引退説まで流れた。2012年12月31日付で、それまで所属していたスターダストプロモーションを退社した。2013年3月より、 ディケードに所属したが、同年9月30日付で退社、ソニーミュージックアーティストを経て、フロムファーストプロダクションに所属。その後2020年12月末に、同事務所を退社、今後はフリーで活動していくとみられる。2014年に結婚していたことを、翌2015年に明らかにする。ファッション誌、ヌメロ東京11月号の荷川美香との対談の中で明かしたもので、 すでに第一子が誕生し、夫人は第二子を妊娠中。夫人は栃木県那須塩原市にある馬や動物の寄生牧場ブレイブステーブルの代表のいとこである。デビュー作、キッズリターンでの最後の試合のダウンシーンは演技ではなく、撮影終了後に実際に医者が呼ばれ、控え室で処置がされた。スマグラお前の未来を運べの壮絶な アクションシーンでは相手が本気でやれなくなってしまうと思い、ばら骨が折れていることを隠して撮影に臨んだ。出演作品の順に記載する。役名で、太字は、主要人物で、がついている場合詳しい役の大きさを記載する。ありがとうございます。